トーマスデーラーは、ドイツの政治家。所属政党は、ドイツ民主党、ついで自由民主党。1949年から1953年まで、法相。1954年から1957年まで、FDP 党首を歴任した。リヒテンフェルスに生まれる。1916年のアビトゥーア合格後、兵士として第一次世界大戦に従軍。 戦後医学を学び始めるが、一年半で辞めた。法学、政治学に転じ、ミュンヘン大学、フライブルク大学、ビュルツブルグ大学で学び卒業。1920年に第1次、1923年に第2次司法試験に合格。1920年にビュルツブルグ大学より、法学博士号を授与された。同年、ドイツ民主党に入党。 1924年にミュンヘンで1925年にバンベルクで弁護士資格を得る1924年帝国国旗黒赤金の設立者の一人となる1926年にドイツミニ首都バンベルク地区代表に就任1927年にバンベルクのフリーメイソン団体に加入1925年に ユダヤ人女性イルマ・フランクと結婚した。この結婚は、ナチスドイツの法律によれば、混結結婚にあたるものだった。ナチ党員による圧力、さらにナチ派がほとんどだった、国家検察庁から様々な圧力を受けたものの結婚を貫き通し、デーラーは、ユダヤ人側からも、反政府活動家からも信頼を勝ち得た。このため、シュテュルマー神ミ 真のユダヤ人の同志と呼ばれた。第二次世界大戦に兵士として従軍したものの、ユダヤ人の妻を理由に兵役不適格とされ、3年余りでドイツ国防軍から除隊させられた。1938年と1944年に反政府グループとの接触を理由に短期間交流され、さらに1944年には東都期間で、 強制労働させられたが、4週間で釈放されている。終戦後の1945年から1946年まで、アメリカ軍軍政部により、バンベルク軍議会議員に任命された。同じく1945年から1947年まで、バンベルク上級裁判所で検事を務め、1946年からは、バイエルン州法務省で、ひな担当検事を務めた。 1947年から1949年まで、バンベルク上級裁判所所長を務める。1946年、ナチス時代に禁止されていた、フリーメイソンに再度加入し、死去まで所属した。戦後すぐに、バイエルン州の自由民主党の組織を設立し、1946年から1956年まで、その州代表を務めた。 1946年から1949年まで、バイエルミ州議会議員。1947年から1948年まで、アメリカ軍占領地域の議会議員を務め、1948年から1949年までは、議会委員会の一員を務めた。1948年に、連邦全体の FDP が組織された際、 執行部に選出された。1949年、第1回ドイツ連邦議会選挙に当選し、死去まで議席を維持した。この選挙により組閣された第一次、コンラート・アデマウアー内閣に法相として入閣。1953年の総選挙では、連立相手のドイツキリスト教民主同盟や、ドイツ党の主張に反して、 死刑制度再導入に反対する意見を表明した。このため、アデナウアー首相との不一致が目立つようになり、選挙後は入閣しなかった。党内では、ラインホルトマイヤーラと共にリベラル派に属し、民族主義的政策に反対したため、政策的に近い中道の政治家は、党内よりもむしろ、ドイツ社会民主党や CD に多かった。 1949年総選挙の直後は、党内右派が要求していた、ドイツ党との共同会派結成に反対した。1953年から1957年まで FDP 連邦議会議員団長。1954年 FDP 党首に選出された。同年、今のところ史上唯一のキリスト教社会同盟抜きの、 バイエルン州政府連立内閣樹立に参画した。1956年2月、CD との連立解消を決定したが、その際議員16名が離党して、自由国民党を決闘した。1957年に、党主職を離れた。1957年から1961年まで、党外交、防衛委員会委員長、及び、ドイツ連邦議会原子力、 治水委員会委員長を務めた。1960年から死去まで、ドイツ連邦議会副議長を務めた。バイエルニ州フォルヒハイム軍シュトライトベルクのプールで遊泳中に、心臓発作を起こして死去した。デーラーを検証して、ボン、ついで1999年に、ベルリンに移転した、FDP 連邦本部の入居する建物は、トーマスデーラーハウスと呼ばれている。 ありがとうございます。